さてさて、カミちゃんが無事にボックスに帰りましたので、ルージュくんが加入しました。ボニータだ。ではでは、他に新たな出会いはあるかな。なんだろう、洞窟が見えた。この洞窟どこに繋がるんだろう。この洞窟はどこに繋がる洞窟なんだろう。行ってみましょう。迷いの洞窟だ。ここはちょっとフラッシュがないと進めないかもしれないね。ああ、誰だろう。暗闇の中からドーミラーが出てきました。ドーミラーは青かな。青な気がするんだけど、ここはでもゲットしてみたいな。シピデコナー。シピデコナと吸い取るはどんな感じだろう。効くのかな。そこまでしっかり相性が分かっていないぞ。ですが、吸い取ってみましょう。でもなんか鋼とかのイメージがあるから、あんまり吸い取れないね。あんまり吸い取れないので、でもね、ちょっともうシナモンちゃんはあんまり戦えないので、違う子に変えていきましょう。混乱しちゃった。ミトちゃんが混乱してしまったので、金銭確認にしようか。体力的にもレベル的にもいいかな。やってみましょう。念力で様子を見ようかな。サイコカッターはちょっとね、倒してしまうかもしれないので、よし、ドーミラーは痺れて動けないので念力してみましょう。いやー、ゲットしたいな。あれ、念力頑張って金銭確認。よし。あ、でもそんなに効かないね。今一つのようだ。あ、封印されちゃった。封印する時のさ、そのあれなんだね、あのおしゃれなさ、あのお手紙封入するやつと同じなんだね、見た目がね。全然上手におしゃべりできなかったけど、伝わるかな。なので、今一つだったし、あの念力が封印されておりますので、サイコカッターでこうちょっと様子を見たいな。もういいかな。もう1回、2回、3回ぐらいはもしかしたら攻撃できるかもしれないのですが、これぐらいでゲットできるかな。よし、ゲットできた。ドーミラーを捕まえたので、青かな。ちょっと何色って言われたら不思議なお色味してるよね、この子ね。ミッドリーかなーという気もしますが、ではでは、ここで測定してみましょう。測定結果はこちら。緑なんだね。こう緑と青とでちょっと分かれておりまして、ギリギリ緑色のポケモンとしてメンバーに連れていくことはできるのですが、すごい迷う。ちょっとね、あの彩り豊かなというか、タイプもね、いろいろこうばらけさせたいなというのがあって、いやー、でもね、ミントちゃんはね、こう草タイプ今のところ唯一なので、今のところはちょっとドーミラーちゃんくんは連れてはいかない方向にしようかなと思います。ミントちゃんがもし進化ができなかったら、あのロゼリア、ロズレードに進化ができなかったら、もしかしたらちょっと加入を考えるかもしれないのですが、今のところドーミラーちゃんくんはメンバーではないという扱いにしようかなと思うので、今のところはニックネームつけずに行こうと思います。よし、ドーミラーちゃんくんを一旦ボックスに返しまして、迷いの洞窟で、あのままちょっとね、出会いを探すっていうのも手ではあるんだけど、ちょっと暗すぎて怖かったので諦めました。ここで毒針も見つけました。毒針ってこう持たせると何の効果があるんだったかをちょっと忘れてしまっております。また後ほど解復とかするときとかに見ようかな。他
他には新たな出会いないかな。いないな、いないな。めちゃくちゃガサガサしてしまったけれども、ポニーだら。そして、そして、他にも誰か出会えるかな。石粒手が出てきてしまったので、やけど直しが出てきたから、他にもこう、炎タイプの子と出会えるかなとか思っておりましたが、あ、真ん中に何か道具があるね。シルバースプレーを見つけた。こっちにもあるね、行ける場所。ここでは同じかな。コロタックだ。で、さて、他にも出会いはあるかしら。これはチーゴの実が2個できているので、収穫していきましょう。そしてね、いつもと同じくここにもチーゴの実を植えてお水をあげていきましょう。お水をあげましょう。よしよし。これでとても喜んでいるようだ。ここは他には何もなさそうだね。草むらもなさそうだね。他には新たな出会いはあるかしら。ポニータが出てきたのでここは逃げていく。さてさて、他に出会いがなかったらもう次に進んでしまおうかな。同じくかな。石つぶてだ。もうちょっとこう5匹と、あ、待って待って待って、ここにさ、居合切りができる木がある。これちょっと切ってみましょう。何かあるのかな。ピッパーありがとう。何？何かある？アイテムかな？アイテムだ。何でも直しを見つけた。全然見えてなかったな。そういうとこ今までももしかしたらあったかもしれないな。これは誰が出てくる？トーミラーだ。トーミラー出てきたね。ではでは、とりあえずは、ね、もっといっぱいいたらさ、出てくる子もいるかもしれないのですが、まあまあこの辺りにしておきましょう。そして、207番道路なので、これは一旦ね、黒金に戻って回復してから進みましょう。ピンピンリカピン。さてさて、ここでですね、不思議な贈り物受け取っていきたいなと思います。ポケモンデーのね、公式で発表された、オーキド博士の手紙を受け取っていこうと思います。こちら、オーキドの手紙プレゼント。もらっておきましょう。はぁ、綺麗。流れ星みたいになってシューンってプレゼント来るの、すごいちょっとワクワクしちゃうな。さてさて、これでオーキド博士のお手紙が受け取れました。おそらく大切なものとかに入ってるんじゃないかなと思うんだけど、あ、あるねあるね。オーキドの手紙、オーキド博士からの手紙、中には224番道路に来てほしいと書かれている。だって、224番道路ってどのあたりなんだろう。あ、ここではマップが開けなかったかな。これ、あ、違う。これは自転車だった。あ、ここだ、ここだ。タウンマップで224番道路だけ確認したいな。こっち？あ、こっちミオシティ。こっち？今、よすがシティに行かなきゃいけないんだけど、ここかな？こっち？ここポケモンリーグだ。あ、ここだ。ここ、草むらと岩山。海と浅瀬、まるで新大地方全体を縮図にしたような場所だってに、行かなければいけないのですが、これがね、できるのは殿堂入りの後らしいので、殿堂入り後のお楽しみにしておきましょう。そしてそして、ここでちょっとね、自転車に乗ってしまっておりますが、探検セットをここで使ってみたいなと思っております。前とね、こう場所が違ったらこう降りる場所も違うのかなという興味があって、探検セットで使う。どのモードで地下大洞窟に入りますか。あ、あれはね、一人で遊ぶで行きましょう。どうだろうね、同じ感じなのかしら。なんかマップにすごい大きな場所がある。なんだろうこれ。こっちか、こっちだ。行ってみましょう。ちょうどすぐ近くにあるね。この大きな場所がズバッとがいる。
日だまりの大空洞、サイホーンがいる、サイホーン捕まえてみようかな。ちょっとねメンバーには入れるかどうかがちょっとわからないけれども、あ、捕まえていきましょうと、奥にねミツハニーがいたのがちらりと見えたので、そちらはまた後ほど行ってみましょう。あ、レベルすごい高い、シビレゴナ、まずはシビレゴナでいきましょう。28だったら、でもシアン君も控えているし体力全開で、なので炎の牙だ。あー、ミートちゃんごめんよごめんよ。あー、これはちょっと辛いかもしれないね、辛いかもしれないね。いやでもシアン君だったら倒してしまいそうだけど、あんまりレベルが低い子だとかなり厳しいので、ここは金銭花君で、サイコカッターでいいかな、ちょっと倒す気持ちで行ってもいいんじゃないかなと思っております。どうかな、炎の牙が来ちゃう、大丈夫大丈夫大丈夫。サイコカッターでもそんなにこう、いいダメージとは言えない感じかな。角で疲れてしまった。じゃあここはシアン君、ちょっともう逃げることも考えないと厳しいかな。シナモンちゃんのミトゲリとかでちょっとやってみようか。うわぁ、辛いかもしれないね。ちょっと辛いかもしれない。頑張って、頑張って。もう一回、もう一回。これでもまあまあ、半分ぐらいにはなったから。うわ、踏みつけられた。シナモンちゃん意外と小さいのに。ここはモンスターボールも投げてしまいましょう。ちょっと厳しいもんね。すぐ出てきてしまう、すぐ出てきてしまう。ちょっともう、レベル的に厳しいのかな？もう30近いもんね。あー、怖い顔をされて、シナモンちゃんがしょんぼりしてしまったじゃない。モンスターボール、もう一回、もう一回モンスターボールしてみましょう。これでもすぐ出てくるね、出てくるね。では、もうちょっと、わー、炎の牙来ちゃう。もう厳しいね。もうちょっと、手持ちのメンバー的にも厳しいので、逃げましょう。うまく逃げ切れた。よかったよかった。なのですが、ちょっとね、ここ、もっとゆっくり探索したいのですが、一旦ちょっと出て、地上に出て、もう一回ちょっと回復してから、こっちに行きましょう。ピンピン、リコピン。ポケモンセンターからこう、すぐ近くだから分かりやすくて、迷子にならなくていいなぁ。でも、あのサイホーンが強かっただけで、もうちょっとレベルの低いサイホーンがいたりもするのかな？ミツハニいない。いなくなっちゃった。いないね。いない、ね。あ、チェリーモがいる！あー、こっち来た！かわいい！かわいい！あー！かわいい。追いかけられてるのに私も追いかけちゃった。いやー、かわいい、チェリーモ。ではでは、26。いや、でも結構強い。男の子だ。シピレゴナーで、効果ないのか？癒しの肌で体力満タンだったね。わあ、どうしようね。ちょっとレベルが高いので、いやー、銀仙花くんにしとこうかな。シアンくんだったら、ね、タイプ相性が良くないので、逆に倒されてしまう可能性も。あるので、ここは金銭花くんで行きましょう。マジカルリーフが来ちゃったけど大丈夫。サイコカッターでいいかな。あと念力だと弱いような、絶妙、傾斜に当たった。もう一回念力してみようかな。サイコカッターでもいいかもしれないんだけど、あ、ちょうどいいね、ちょうどいいね。癒しの、あ、癒されちゃった。癒されちゃったのはこっちか。なんで回復してくれたんだろうね。優しい子なんだろうな。ではでは、モンスターボール使っていきましょう。ちょっともうそろそろスーパーボールも考えなきゃいけないかもしれない。出てきちゃったね。ですが、もう一回。でも結
っとできなくはなさそうだったので行ってみましょう。シビルゴナがね、聞いてくれたらよかったんだけど、あ、宿り火の種されちゃったということは、吸い取られてちょっと回復してしまうのですが、でもね、念力さっきの感じで見るとちょっと倒してしまいそうな気もするので、ここはもうちょっとモンスターボールを投げて、向こうがもうちょっと回復してしまったら念力に切り替えようかなと思います。やったやった、よかった。チェインボって赤だよねと思ってるんだけど、どうかしら、どうかしら。ではでは測定をしてみましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。